アファメーションコーチ生野です。今回のトークをしていきますね。今回のテーマは人間の能力に対して差はないです。まあ、こういう話っていうのはもう何度もメインチャンネル含めしてきてるんですけど、今回はまた別角度からしようかなと思ってます。本当にもう、腑に落としていただきたい話なんで、まあなんていうのかな、このことを誤解して無駄に苦しんでる人が本当多いんですね。だから、この人間の能力に対して差はないっていうこと、このことを本当腑に落としていただいて、で、まあ、自分をですね、より幸せに導いていただきたいんですね。で、まあ、人間の能力に差はないと。で、ここから何がわかるかっていうと、まあ、その人の人生が何で決まるのかっていうのは、その人の意思で決まるってことがわかりますよね。だって人間の能力に差はないわけですから。じゃあ、あと何が人生を決めるんだって言ったら、意思じゃないですか。で、これは、まあ、量子論で言うと、まあ、すべてのものは単に浮遊しているエネルギーだっていうことですよね。で、その浮遊しているエネルギーの中のどこに注意を向けるかっていうことによって、まあ、物質あるいは概念が確定していく。まあ、それはどれが確定していくかっていうのが変わってくると。まあ、いわゆる思考は現実化するってやつなんですけど、まあ、これは別に適当な話ではなくて、最新の科学でもそういうふうに結論付けられてるんですよ。だから全てのものは単に浮遊するエネルギーなんですね。で、あるいはこれ別の言い方ですると、まあ、空なんですよ。空っていうふうにも言えるんですよ。空っていうのは空って書くんですけど、まあ、2600年前にブッダが到達した境地ですよね。空。まあ、つまり、あるでもないし、ないでもないっていう。まあ、あるでもないし、ないでもない。あるでもないし、ないでもないって一体どういうことだよっていうことだけど、まあ、これ、わかりやすい言葉で言うと可能性って感じですよね。すべてのものは単なる可能性。だから可能性だっていうことだったら、まあ、あるわけではないですよね。可能性ってことはあるわけじゃないんですよ。単に可能性。だからといってないわけじゃないですよね。ないわけじゃないんですよ。可能性なんですよ。可能性が浮遊してるって感じなんですね。そこら中に。で、その中でどこに注意を向けていくかってことで人生って変わってくるんですよ。だからほんのちょっとした、なんていうのかな、ボタンの掛け違いっていうか、だから本当そんなもんなんですね。いや、例えばまあ、むちゃくちゃすごい人とかいるわけじゃないですか。孫正義さんとか、一郎とか。だから、そういう人と、まあ、普通の一般人と、じゃあ、何が違うのかって言ったら、別に違いはないんですよ。能力的に違いはないんですね。ただ、最初のボタンが違ったってことなんですよ。どこに注意を向けて生きてきたかっていう。だから、一郎や孫正義さんは、まあ自分なりのビジョンがあって、そこに注意を向けて生きてきたわけですね。だから、それがだんだん、差がついてきて、まあ、例えば分度器の角度とかもそうですね。分度器の角度も最初一番もう中心部分を見ると大してもうだから2つの線があるわけですね。例えば30度とかのところを見ると30度の角度の線がありますよね。で、水平の線がありますよね。その2つの線があるわけなんですけど、最初の方はまあまずは点から始まるわけですよ。で、だんだんスタートしますよね。だけど最初って別にそんなに差はないじゃないですか、高さに。だけどだんだんそれが、進んでいくと、ものすごい高さの差が出てきますよね。だからそういうことなんですよ。最初にどこに注意を向けたかってこと。で、そしてそれを続けた、いかに続けたかっていうことで、人生って変わってくるんですね。まあ、つまり能力じゃないんですよ。どこに注意を向けたかってことによって、人生って変わってくるわけなんですよ。で、これってのはものすごくいいニュースだと思うんですよね。というのも能力で決まってくるってんだったらもう何もできないじゃないですか。だけどそうじゃなくて、どこに注意を向けるのかっていうことで人生は変わってくるわけですから。だからそれはもう本当いつでもできるんですよ。まあ今までは、なんかダラダラ生きちゃってたなと。だけどこれからある一定部分に注意を向けて、でそこに注力して生きていこうと。そうするとだんだん角度に差がついてきて、で、まあ年月が経ってみたら、まあ、自分の理想が実現できたりとか、そういうことになるわけですからね。だから能力で人生は決まるわけじゃないっていうのは、まあとてもいいニュースですよね。まあいいニュースですし、本当ですから、別にこれは、まあなんていうのか、盛り上げるために口先だけのことを言ってるわけじゃなくて、本当のことですから。いや、そうです。本当のことですよ。どうですか？腑に落ちないですか？
そうは言っても能力に差があるんじゃないっていうふうに思っちゃいますか？じゃあちょっとこういう話をしてみましょう。例えばですね、昆虫いますよね、昆虫。昆虫ってみんな同じじゃないですか。どれ見ても。例えばカブトムシは、どれもカブトムシですよね。どれ見ても大体同じですよね。まあ多少角が大きいちっちゃいっていうのはありますけど、あと体つきが大きいちっちゃい。まあその程度ですよね。蝶々とかカナブンとかいろんな昆虫いますけど、まあ別に昆虫、あ、カナブンだって思うだけですよね。お、蝶々だって思うだけですよね。で、それは動物でも同じじゃないですか。動物もその種類が違ったらそれは違って見えますけどね。まあ、例えば牛と馬だったらそれは違いますけど、でも同じ牛だったら、あ、牛じゃん、あ、牛じゃんって感じじゃないですか。猫だったら、あ、猫じゃんって。まあ、猫の中にもいろんな種類があって、スコティッシュフォールドとか、まあいろいろあるんですけど、まあそういう種類っていうのは分かれてはいるんですけどね。だけど、同じ種類であったならば、あ、スコティッシュフォールドじゃんって。同じような感じですよね。まあ、性格に多少違いはありますけどね。飼ってたら分かりますけど、僕も猫飼ってますけどね。それは性格に違いはありますけど、まあだから、例えば野良猫なんかも、いろいろいるじゃないですか、いろんな。足が速そうな野良猫、まあパパッと、すばしっこい野良猫もいれば、まあ結構、のろのろとした、ゆったりとした野良猫もいると。まあそういう意味じゃ、まあ猫に差はあるんじゃないのっていうふうに言うかもしれないですけど、ちょっとここで冷静になって考えてもらいたいんですね。冷静になって。まあ分かりましたと。まあ猫には、まあ確かに多少差はありますねと。足が速い、遅いとか。まあありますねと。いろいろありますねと。まあ性格の差もいろいろありますねと。じゃあですよ。じゃあ、その差っていうのは果たして人間の中で生じているような差なんですかってことなんですよ。ここなんですよ。だって人間って全然違うじゃないですか。人間って、まあ、孫正義一郎みたいな人もいれば、まあ、なんかの依存症になって、もう、飲んだくれちゃって、で、ダラダラしちゃってる人もいるわけですよね。ひたすらもう、ダークサイドに落ちちゃってる人もいるわけですよね。で、むちゃくちゃ怒りっぽくて、もう、ひたすらもいろんな人に文句言いまくってる人もいれば、まあ、すごく優しい人もいて。で、ファッションから何から違いますよね。一人一人。全く違いますよね。考え方から。まあ、政府を支持する人もいれば、不支持な人もいる。まあ、日本に住んでいて、だけど、まあ、あまり日本が好きになれないって人もいれば、日本大好きっていうふうに思って暮らしてる人もいる。いろんな人がいるわけじゃないですか。それこそ能力でも、能力っていうのかな、その持ってる技能でも差がありますよね。まあ、150キロぐらいのボールが来て、それをホームラン打てちゃうような技術を持ってる人もいれば、まあ、緩いボールも打てないっていう、そういう人もいるし、かと思えば、英語ペラペラな人もいる。で、まあ、英語が話せない人もいる。で、まあ、英語話せなかったとしても、でも俺はスペイン語話せるよっていう人だっているし、まあ、中国語話せるよっていう人だっているし、まあ、あるいはいろんな、なんだっていいですけど、まあ、伝統芸能的な技術を持ってるよとか、料理作れば、むちゃくちゃ俺はうまいよって、誰よりもすごく、綺麗に仕上げるし、盛り付けもうまいし、味も素晴らしい。そんな料理を作ることができるよって。で、しかもその料理もいろいろじゃないですか。俺は日本料理得意だよ。俺は、まあ、結構アメリカンな感じのファーストフード系なものを作らせたら、俺はもう天下一品なんだっていう人もいれば、まあフランス料理みたいなものが得意っていう人もいる。もうありとあらゆる人がいるわけじゃないですか、人って。で、それに対して猫ってどうなんですかってことですよね。別にそんなに差はないですよね。まあ足が速い遅い。まあ甘えん坊。ちょっと怒りっぽい。まあそれはいろいろありますけど。でもまあ猫かな。あくまでその猫っていう範囲で差があるってだけですよね。で、まあこれは最初の方にも言ったんですけど、それ昆虫とかになってくるとますますほとんど同じなんですよ。まあ蝶々はどれ見ても同じような蝶々だなって感じするじゃないですか。カブトムシもまあ多少角がなんか発達してる発達してないってのはあるけど、でも大体どれも同じような感じじゃないですか。つまりですよ、僕は何を言いたいかっていうと、人間だって同じことだっていうことなんですよ。
人間だってやっぱり生物ですよね。生物であり動物なんですよね。人間だけなんか違うんですかって話じゃないですか。いや、同じことですよ。人間だって昆虫とかと同じだし、まあ、猫や犬と同じなんですよ。基本的には生きている、まあ、生物なんですよ。生物。で、人間という種で生きているわけですよね。まあ、猫が猫であるように、犬が犬であるかのように。まあ、人間だって人間という種で生きているわけですよ。で、その種というものは、まあ、ある特定の遺伝子を持っていて。だから、その、遺伝子が共通している部分があるわけですよね、みんな。うん。共通してなかったら人間じゃないわけですから、それはまた別の生物、猿だったり、犬だったりするわけですから。まあ、共通してみんなが持っているものがあるからこそ、こうやって人間っていう形で生まれているわけじゃないですか。つまり、同じなんですよ。人間ってみんな同じなんですよ。同じ。ただ、一つ違うところがあるんですね。それは動物と一つ違うところがあるんですよ。それがまさに意志を持てるってところなんですね。意志。まあ別の言い方をしたらエゴとも言えますよね。まあ独自に自分で何かできるってことなんですよ。まあ普通は動物、昆虫ってのは世界と一致してますよ。もうこの自然の摂理の赴くままにぐるぐる回っているのが動物であり、樹木であり、昆虫なんですね。で、人間も同じですよ。人間もぐるぐる回っていってるんですよ。だけど、エゴを持ってるがゆえに、まあなんか一人一人違うのかなって錯覚してますけど、でも基本的には同じなんですね、動物と。だけど、やはりなんだかんだでエゴを持ってる、意志を持てるっていうところは、そこは動物と違うところなんですよ。で、こここそが人間が差がつくゆえんなんですね。だから人間って本当いろんな人がいて、もうものすごく野球上手い人もいれば、英語ペラペラな人、スペイン語ペラペラな人、まあ、なんか落ちぶれちゃったような、うん、ダークサイドに落ちちゃった人とか、それはいろんな人がいる。で、そのいろんな人がいるってのは別に、才能に差があったわけではなくて、遺伝子に差があったわけではなくて、むしろ遺伝子なんてみんな同じなんですよ。うん、人間の遺伝子なんてみんな同じなんですよ。だけど、まあ、差はついてるわけですよね。じゃあその差はどこで生まれてきたのかっていうと、まさに意志なんですよ。どこに意志を向けて、意識を向けて生きてきたかっていう、そのことで差がつくわけなんですね。だからまあ、例えば、一郎並みの、まあだから、なんつうかな、一郎と全く同じ条件で生まれた人がいたとしましょう。一郎と同じ誕生日に、同じ年代に、で同じ親のもとに、同じ土地に、同じ体つきで、もう遺伝子も全て同じで、一郎と同じで生まれてきた人がいたとしましょう。だけど、その人の持っている魂は、まあ、ちょっと飲んだくれ的な、ダークサイドに落ちる的な魂であると。うん、だからまあ、なんていうのかな、まあ、今、まあ、飲んだくれてダークサイドに落ちちゃってるような人っているじゃないですか。だから言ってみたらその人が生まれ変わるみたいなもんですよ。その人が一郎として生まれ変わる。だから何年か遡って一郎、まあ一郎と全く同じ条件で生まれ変わったとしたら、じゃあどうなるかってことですよね。それは一郎と同じにはならないんですよ。まあ、決してメジャーリーグで活躍したりはしないですね。むしろものすごく落ちぶれる可能性があります。うん。なんでかっていうと、その人は、まあ悪い方向に、うん。なんていうかな、意識を向ける傾向があるわけですから。ただ、たとえ一郎と同じ条件で生まれて育ったとしても、もう常にむくれたり、ふてくされたり、人の、まあ、ちょっとした一言を悪く取ったり、うん、そうやってどんどんダークサイドに落ちていくっていう。だからもう全く、一郎と全く同じ体つきで、同じ運動神経で、まあ、ああいう、野球に協力的な親のもとに生まれたとしても、絶対に、メジャーリーグで活躍なんかできない。それどころかプロ野球にすら入れない。まあプロ野球にすらっていうか、プロ野球に入ることはすごいことなんですけどね。まあプロ野球に入ることは まずできないですし、高校野球で活躍するってことも絶対できないです。それどころか地区の、まあ、小学校大会、中学校大会で活躍できることすらできないです。なんでかっていうと、その人の注意力はそこにありますから。ダークサイドにありますから。だからそれはいくら一郎の身体能力、環境、まあ環境はまあお父さんこうあの協力的でしたから、まあいい方ですよね、一郎ってのは。だから、一郎の身体能力、環境を持ってしても無理なんですよ。
ダークサイドばっかり見てたら。だからここなんですよね。ここで差がついてくるんですよ。うん、で、まあ、一応ですね、話の例えの便宜上として、魂による決定論みたいな話をしちゃいましたけどね。つまり、ダークサイドをいつも見ているような人は生まれ変わってもダークサイドを見るんだっていう、そういうような話をしましたけど、まあ、あくまでこれは一例、例として出したのであって、本当は別にダークサイドに落ちている人っていうのは、ダークサイドを見る、ような人じゃないんですよ。それはほんのちょっとしたきっかけとか、ほんのちょっとしたことなんですね。うん、だから、例えば、まあ、誰かに何かを言われた、悪口を言われた。で、そういう時に、ものすごく重く受け止めてしまって、で、そっからは自己卑下するような癖がついてしまった。で、そのままその癖を直すことなく、まあ、ずっと生きてしまったと。だから、ほんのちょっとしたことなんですよ。さっき分度器の話をしましたけど、もう最初のほんのちょっとした、きっかけ。だから、これで変わってくるんですね。だから、一郎も、もしかしたらですよ、もしかしたら、だから小学生の時に野球を一生懸命頑張ってたんだけど、そんな時に友達にバカにされて、お前なんかプロ野球選手になれるわけないよっていう風にものすごくバカにされて、でそれに対してそれを一郎がたまたまなんか重く受け止めてしまった、なんかどういうことかわかんないですけどね、まあ体調が悪かったのか天気が悪かったのかなんかわかんないですけど、たまたまなんか機嫌が悪かったのか、そのことを重く受け止めてしまった。でそれがもし続いてたとしたら、もう一郎の魂であったとしても、もうプロ野球選手なんかなれないですね。で、実際一郎そういうことってあったと思いますよ。人にバカにされたりとか、批判されたりとかして、うわーって思ったり、むくれてしまったりした瞬間ってのは、それは何回もあったと思います。だけど、その度に修正して、いやいや、こうじゃないよと、俺は、まあ、野球をやるんだからって、その方向をまた見直して、で、戻ってきたと思うんですよね。だからここなんですよ。まあ、重く受け止めてしまうっていうのは、まあ、誰だってあるんですよ。何かあった時に重く受け止めてしまう。だけど、それを修正するかどうかなんですよね。うん。で、この修正するかどうかっていうのも、ほんのちょっとしたことなんですよね。例えば、ずっと家に引きこもってると、ほぼほぼ修正されないです。うん。もうほぼほぼ、だって同じ環境のままぐる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 、もうそこで思考を巡らせたって、新しいエネルギーが循環していきませんからね。だけど、まあ、すごく落ち込んだんだけど、ちょっと外出てみようとか、それだけでもだいぶ変わりますからね。日の光を浴びるってだけでもだいぶ変わりますから。で、それでちょっと元気が出たりとか。だから、もうこれもほんのちょっとしたことなんですよ。まあ、落ち込んでしまって、で、家に引きこもってしまうのか。それとも、家に引きこもったんだけど、でもちょっと気分転換で散歩してみようっていうふうに思えたかどうか。これも、だから、ほんのちょっとしたことを実行するかですよね。だから散歩しようって思っても、なんかめんどくさい。やっぱりずっとここで悩んでいたい。布団をかぶっていたいっていうふうに、そういうふうに自分を追い込んでしまったら、ますますそっちの、だからダークサイドの方向が強化されてしまいますよね。だけど、いや自分はそうじゃないよと、ちょっと今落ち込んじゃってる、家に引きこもって布団をかぶっちゃってる、まあ友達にバカにされた、だけどまあなんかこのままじゃ拉致が開かないから、ちょっと外散歩してみようとか、そういうふうにパッと思うじゃないですか。で、思ったことを実行するかなんですよ。ここなんですよ。ほんのちょっとしたことなんですよ。これほんのちょっとしたこと、だから才能じゃないんですよ。才能じゃないんですよ。ほんのちょっとしたことなんですよ。そこで外に出る、太陽の光を浴びる、これをしようって思ったかどうか、思ってそれを実行したかどうかですよね。で、それを、だ例えば一郎っていうのはそういうことをしてきたと思うんですよ。まあ、当然バカにされまくったと思いますよ。小学生の時とか、一人だけ野球ばっかりずっとやってるわけですから、絶対いじめとかありますよね。何あいつとか、やっかみとかありますよね。バカじゃないのとか絶対言ってくるやついますよ。だから普通は、そういう時に、あ、恥ずかしいからやめようってなるんですけど、一郎はその度に、まあちょっと落ち込んだりもしたけど、でも気持ちを切り替えて、まあ面白いアニメを見たり、日の光浴びたり、そういうことをしながら、また野球の道に戻っていくってことをしたんですよね。だから、才能じゃないんですよ。みんな同じなんですよ。もう猫と同じ、犬と同じ、猿と同じ、カブトムシと同じ、蝶々と同じ、カナブンと同じなんですよ。カナブンはどのカナブン見たってカナブンじゃないですか。蝶々はどの蝶々見たって、お、蝶々だって思うじゃないですか。牛はどの牛を見たって、お、牛だって思うだけじゃないですか。それと同じように人間だって、まあ、だから人間を牛とかが見ますよね。だから、お、人間だって思うだけですよ。
別に違いはないですよ。大して違いないですよ。じゃあどこで差がついてくるのかって言ったら、意思なんですよ。意思。うん。この意思を持って、そこに向かっていくっていう、ここですよね。うん。だから、自分が望む方向、こうありたいなっていうそのあり方をまず思い浮かべてみて、で、それを絶対外さないわけですよ。だから途中落ち込んだりとかそういうのは、まあありますけどね。だけどその度に気持ちを切り替えていくってことですよね。うん。まあほんの、ちょっとしたことで変わってくるんですよ。で、そのちょっとしたことって決して遺伝子ではないということです。遺伝子や環境じゃなくて、まさにほんのちょっとした意識、ほんのちょっとした意識。これなかなか伝わるかどうかわかんないですけどね。伝わってほしいっていうふうに、本当も魂の叫びのように、もう毎回毎回こんなような話してますけど、というのも、無駄に苦しんでますから、たくさんの人が。うん、このことに気づかず。だから、まあ、絶対的な不幸が自分に押し寄せているのではなくて、そこは意志なんですよって、ほんのちょっとした意識の差なんですよっていうのは、もう本当声を大にして叫びたいって感じですね。うん、まあ、人生いろいろですけど頑張っていきましょうね。